まあ、18ですよね。ここは16から上です。16からね、12あたり。15からですね。15から12あたりです。そこは 2.5 メーターほどちょっと増えてるんで、ね、そこから上3.4メーターという形になってます。10.5 ぐらい。一回ちょっと下ろしてみて。下ろしたわ。な、どれぐらい上げて？そこから2メーターぐらい。そこから2メーター切っただけかいな。はい、お疲れ様。食いませんけど。時間取れますか？8メーターぐらいです。ちょっと でっかいエビつけとって一番下にな、それ肉取ったわ。いやいや、県のやばい、今日はもうフィッシュで狙える。おったね、ふくちゃんもえなかった。ほんま、当たった。土産までいただいて土産までいただいてありがとう。お疲れ様です。何メーター？あ、30あるやん。
31ぐらい。30あるやんか。30あるやん。え、何番座っとったんですか。え、20番。あ、20番で。一番ケツ。あ、大友で。ギリギリか。はかる気満々やんか。はかる気満々やんか。立派立派。30.2 やと思います。やりましょう。3匹出せますか？行きます。ね、三匹。お。あ、やっぱりな、ちょっとないな。あるように見えてる。お前、小山さん言う通りよ。ないやろ。ないわ。ないやろ。23。まあでも今日はすごいね。これだけ釣ったら上等やで。じゃあ更新していきましょうね。これ入れましょうか。まやな。重たい。重たいよ。はい、ありがとうございます。はい、すじゃあまた更新してください。カズレーの方だけ。ありがとうございます。カズレー飲んで。ありがとうございます。おやつや。ええな。やましいな。はい、どうぞ。はあ、いただきます。マジで。もう二人でも最後まで坊主やったんで。そう。12時50分まで。ボーは。27、29、27、20。そんな関係ないよ、3件も全部。もうほんま。さっきの人トップぐらいよ。なるほどね。5匹でトップ。5匹トップ。え？5匹。まあでも今日のちょっと難しかったわ。まあ難しかった。加工でね。難しいよな、ポヤンカでこう、ここでこうかな、トドコやこの間のポッペン持ち上がって、ポッペン2個目の、2個目の難しい、まだ今日は歩いかんかったもんなあ、あそこ昨日戻っただけだったもん、2個目のは何運んでいや、それはもう無理です、多分ね。でもな、あれ、あれ、行くとさん、来るとこだった。そう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 、こう上がって、大体1個目ゆっくりやって、あ、来たらいいんだけど、あれじゃ、この下げるタイミングがわからんからな。そうそうそう、先の方が難しいよ、やっぱり。だからな、さっきの人が、あ、今椅子をかっ、まず、だからその前の人が椅子かかったなと思ったら、そこがてっぺんやね、大体。ほな、そこから下ろしていった。最後のとこなんか椅子低いからやりやすいから、うん、今日のな、最後のとこまだ椅子低いから。でもそういう釣りやすいとこに目張るはおれへんねん。もうもうやいこしいとこにしかな残ってないわな。そういうのはあるわ。例えば今からどないのか分かれんの。まあでもなんかな、微妙な浮いてってない感じやな。でも